って、え、6だけもう6周年だから、当時たっくんがデビューした時は何歳？15歳デビューした時は6歳か。あ、ちゃちゃちゃ、あ、そうか、ごめん、結成やそれ。8とか9じゃない？そうそうそう、そうそれ結成の時はそうね。あ、結成の時はもうちょい前やけど、うん、どうですか今、もうあともうちょっとで6周年です。いやもう気づけばかなり年も取りまして、はい、もうなんか一瞬こう年齢を重ねていけてるっていうのはすごい、うんうんうん、そうですね。ブレッドの本数も減ったもんね。一本もないや今。本数ゼロや。はい、まあまあね、いろいろあったこの期間ですが、これからね、いろんな形で皆さんと振り返っていって、そしてカウントダウンを迎えたいなと思うんですが、はい、まずちょっとね、フリップを見ながら、まあ、去年、2022年1年間どんな活動を僕らがしてきたかというのを改めてちょっと皆さんと一緒に振り返っていこうということで、こちらでございます。じゃあ、まずフリップお願いします。バランデレン、はい、こんな感じになっております。4月からスタートしまして、はい、すごい、うん、意外と発動してきたなぁ。 いきなりレイオブライト1月にリリース、まあ、ここから2022年が始まり、はい、まあ、ファーストテイク2発目スターライト、で3月、ドラマのねタイアップでチェンジマイライト、はいはいはい、そして4月から、ライブツアー2022レイオブライトが開幕ということで、はい、ここから割と、まあ、1年ガーッといくんですけど、そうなんですよね。そうまあマッシブで言うと、うん、EP リリースしたり、うん、サバイバルもありましたけど、この時期だってマッシブのメンバーすごい多忙じゃなかったですか。そうですね、この後のだから舞台エターナルもそうやね、BOT もあって、うん、今僕はどこにいるんだって出たんですけど、うん、エターナルの稽古のストレスをサバイバルで発散できた。ちょうどいいやっぱりだったんですよね。5人で頑張ってきましたけど、どうでしたか、力也さんは、サバイバルとか、この、そうですね、でも本当に初めてああやってね、マッシブではこう、いろんな地方に行って、はい、できたので、本当にいい経験ができましたし、なんかすごく一つ自信になるものができたなっていう感じですね。でも本当に高秀がちょっと思った。大変そうな顔してる。並行して灰色の撮影もあの時は。ああ、すごい。そうか。やば。あの時はちょっと本当になんか海外のスターになった気分でした。楽しかった。いや、ほんまにそんなスケジュールを組んでくれるマネージャーさんに感謝ですね。いや、ありがとうございます。いつもありがとうございます。さあ、そして、下半期が。はい。まあそうですね、そう映画ね、ハイアンドローもありましたし、うん、うわすごいな。9月にハイローザワーストクロスか、そうですね、これでかかったですね。パワーやったりとか、そうそう、3ヶ月連続リリースもありの、そうですね、この時期3ヶ月連続すごいな。そうそうそう、でまあ年末ね、怒涛のまあアワードだったりとか、まあ、ツアーもね、年末ギリギリまでありましたけれどっていう、こんな1年でした。個人でもね、結構みんなドラマだったりとかね、まあ、リフさんの舞台だったりとか、はい、写真集だったりとか、うん、ね、まこちゃんもいろいろ出してましたけど、はい、どうでした、どんな1年でした。いや本当になんか何だろう、今までで一番、うん、なんか何だろう、忙しかったし、いいじゃないですか。なんか自分の中でもこうすごい成長が感じられたというか、うん、なんか個人の仕事もグループの仕事もすごい充実してて、うん、なんか得るものが多かったです。隣のいっちゃんは、はい、まあ、僕も個人活動がすごい充実してたんですけど、うんうんうん、まあ、メンバーそれぞれみんな個人の仕事がどんどん増えてきて、うん、逆に16人集まった機会がいい意味で少なくなって、うんうん、その集まった時の何、うん、楽しさが改めて感じれた年だったなと思いますね。ルイ今ちょっとあくびしてなかった。めっちゃ見えてた。本当ですか。やば、まるでやばっすごいやばなんでこれからすっげー上がらなあかん、ね、うん、上げてけ上げてけ上げてけ。やばちょっとそのままこっちにずらしてもらって、ルイからこっちの方にゆっくり来てもらっていいですか。ルイです、ルイ上げてもらって、あ、なんか、なんか知らん人いる。知らん人いる。あ、なんか知らん人おる。場所間違ってない。すごいな、モコモコでモコモコ合わせる。見えてる部分少ない。めっちゃなんか、これさ、すごい毛でさ、
めっちゃ毛が入ってくるんだよ、口の中に。マジっすか。そんなことじゃなかった。マジっすか。マジか、ありがとう。はい、という感じでございます。なんか印象的だった去年1年間でありました？ショーゴとか。そうそう、もう一回フリップ見てもいいですか？前半戦、前半戦で、前半戦で、前半戦見てみる。後半はね、なんか記憶に新しいから。はい、あ、それこそファーストテイクが1月っすもんね。あれも結構熱かったっすよね。そうそうそう、2曲ね、やらせてもらって。週替わりでね、うん。最初にマイプレイヤー。そう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 。2週目にスターライト。あれも感動しましたよね。なんかそれこそ去年の年始ぐらいに音源だけちらっとなんかマイプレイヤーの上がるか上がんないかぐらいだったっすよね、確か、うん、でなんかその実家に帰ってすごい親に聞かせてた思いを、嬉しい、これ来るぜみたいな、ファーストテイクとうとう俺ら、うん、ついにファーストテイク行くぜみたいな。リクさんどうでした、歌ってみて。いやー、やっぱりあれは本当に本当のね、一発でって言えじゃん、マジの一発で、ガチです。で、しかもその前に本当にそのスタッフさんと僕ら3人でそこパソコンパカッてこう映像を見せられて、だからこれは本当の一発撮りなので、ミスしたとしてもそれを音楽として発信します、いいですねって言われて、準備できましたかって言われて、僕らはいって言って、したらもうあの白いブースの中に入って、もう僕らの好きなタイミングどうぞみたいに言われて、じゃあお願いしますって言ってやったんですけど、まさかまさかの、YouTube の中で、そうなんかリハなんかアップみたいなのあったんですよ、まあ、軽くやってみようぜみたいな、あのボリュームのチェックだけしかできない、それ以外はもう全部楽屋で僕らは確認して行って、したらあのテイクが取れて、リアルファーストテイクが取れて、で YouTube でトレンドですよ。ありがたいです。ホクちゃんとかどうでした、映画もドラマもあり、うん、ドラマなのでね、うん、見てくれてますか、うんうん、ああ、そうだそうだ、見てますか、あれ髪色がもう、はい、髪色もあのドラマ用に染めまして、ドラゴンという役でやらせていただいてますけども、ドラゴン、そうですね、去年は結構ドラマ、映画、さまざまな活動をやらせていただいて、うん、リノベのやつも去年か、去年ですね、あ、まあ、今年も6年目もさらに、チームを広げれるように頑張りたいと思います。頼もしい、頼もしいっす。リュウどうでした、はい、去年1年どうでしたか。はい、はい、元気いっぱい、はい、元気、はい、まあそうですね、本当にありがたいことにたくさんのことを経験させていただいたので、はい、なんかすごくアーティスト人生においてすごく今後すごく強くなるような経験がたくさんあったので、うん、まあ6周年はその経験を糧にぶちかましたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。さあ、そしてですね、あの SNS でもあの告知といいますか、あの試作といいますかやってます。事前にランペジにまつわる写真を初代考案のハッシュタグを、ランペ6歳カウントダウンでね、そうです、そうです、つぶやいていただきまして、こちらからいくつかチョイスしたものもあるのでちょっと一回出してみましょう。まずはこちら、うわー、やばー、誰か、誰か、ルイだ、ルイ、これ長いな、これだから1回目の試写資料の時ですよね。ジンさん、ジンさん、なんかちょっとあの、佐藤さんも、ああ、当時の印刷の人ね。いつも全員いるって確認されてますから、その時の写真だと思うんですけど、懐かしいな。あげたんですけど、なんか皆さんがあれでした、この髪型だからこの頃ちゃうかーって予想しながら、大勢はだってオーディションの時からあれやったもんな。そうですね、うん、あのブリーチしてから色を入れること覚えてないから、それ抜けばいい。あのとりあえずブリーチしてたらかっけえって。ありがとうございます。ただ色抜いてこればかっけえみたいな。大成仁さん、俺は金髪2ブロックやっとけ、流しとけばね、あれやばいって俺の海に。これコメントで仁さんだけ、仁さんだけ強風ですか、ね、
誰がジンさんだけ恐怖やねん。懐かしいな。じゃあ何も変わってないよ。じゃあ好きやん、マジで変わらないよ。今撮ってもあのままいけるよ。いやー、高いでもすごい、高いでな、あれで何段目頑張ってんの、なんでこんな顔したんですかね。あれ、隣は龍、隣龍です、龍、やばいな、やばいな、あ、力也さんとね、その顔やろう、後ろからの圧やばい、からのタック、いや、タックはもう別に可愛い、ワックスの汗が長いです、マジでさ、この時、最初の武者修行2014年でデビュー全然前で、もうあのとりあえずさ、もう炎天下の中でやらされてたやん。で、コンクリートのとこでもパフォーマンスするじゃないですか。で、パフォーマンスの振りで、そのソロ出しみたいなんで、翔平が背落ちって言ってこう、もう捨て身タックルみたいなことするんですよ。それがもうめっちゃ覚えてて、コンクリートの上でのダンもう全公演背落ちしてたんで、かかとに尻尾張りながら毎公演ちょっと厚みが増してくるんですよ、たまにね、マンホールとかぶるときは金網の上とかありますよ、金庫にやっててきたいね。当時はなんかいろいろこう盛り上げていかないとみたいなんで、なんかソロの時もなんか客席の間をケンタがなんかこうやってた、客席の間まで行って踊って、何もかっこよくない。ありましたね。さあ続いて写真でございます。さあ、うわいつだ2018とか、デキヤさんの誕生日、これみんなコメントで分かる人いるかな、そうなのこれ10ぐらい、おー、たっくんはドレッドやね、まだあ、じゃあ10年じゃないですかね、78か、多分78ぐらいホールツアーってことか、なんか2回目の写真終わりぐらいの雰囲気も、2016の12月とか11月あたりホールツアーっぽいな、ホールツアーか、2016だって、だってジン君、坊主っぽいよ、あ、ほんとだ、あれだ、あ、じゃあホールツアーじゃない、誰が和尚さんの時や、雑誌の撮影は本能で、誰が弱長さん、ちょっと、いきなり2017年だ、なんか、いきなりやってしっかり大人に怒られちゃう、そうそう、いきなり坊主にして、あの、マジで部長みたいな人にそれ、事前に言ってくれたら困るよ、事務所のど真ん中で怒られた、気合でやるつもりで、そうそうそう、逆に言った、いや、なんかこれ、こういうの見るといいっすね、やっぱね、ジャグリーンでこう、集まって、いいな、毎回やってたもんな、マジで懐かしいね、17だったら、力也さんはまだ何歳か、5年前27、6年前、僕らぐらいの時、26、7、ここも行ってないですね、このや、あの、みんなでね、行ってないですね、行ってないですね、この後撮れたりするのかな、あれすぐね、すぐに巻いて終わってすぐ、お疲れ様です、パフォーマーとボーカルが一番最初に会ったのもね、そう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 そっか、そうっすよ、427の日かで、お披露目があって、で、そのままジンさんが20歳誕生日で、そうそう、難しい、20歳になって、その時ヒロさんとかもいらっしゃって、で、もうずっと憧れてたから、20歳になってレモンサワー買って一気しようと思ったら、ヒロさんに、あんま無理しない方がいいよってちょっと言われるって、思ってたんとちゃうなっていう、懐かしい、その場所ですね、これね、行きたいな、行きたいね、ドキドキしてたもんな、まだ僕はですね、ブリーチしたてずっとあれや、3年経ってるんですけどね、笑顔、さっきの写真もあの顔や、白飛びしてたって毛ないじゃん、ジンさんやんば、ジンさんやんば、ルイも結構変わってるよね、ルイどこ、だって左は左だ、ルイ、弟みたいな、ポーズもいいっすよ、名前が、印刷の人はそこだけ同窓会みたいな、ここだけやばー、ゲルマショー変わらんな、でもな、変わらんな、いつまで経っても息は変わらんちゃうな、
さあ、そしてもう一枚あるんですよね、多分ね。これとランページのやつなのかわかんないですけど、一枚出てくるかな。まだ。あ、懐かしい。これどうしたの？これにしたんや。これはもう。そう、カズマがこれめちゃめちゃ。カズマが投げたやつの。これはね、いや ランペ6歳カウントダウンハッシュタグでどうしようともならなかったです。あ、これやこれにあれや。そう、これ知らない方に説明すると、エグザルタセカンドさんのミュージックビデオに、僕らがデビュー前に出させていただいてまして、で、イエイエイエイという楽曲のミュージックビデオで翔平がかぶってたハットをケイジさんがこう投げるっていうシーンですね。サビ前、テン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 、あー、冬にクレッチの時この顔これなんでこの顔なんていう理由があって、かぶってたハットケイジさんからもらったやつなんですよ。おお、実際にプライベートでもらって、でちょっとなんかケイジさんもいるしと思ってかぶっていって結構大切にしてたんですけど、結構お高いんで、でそしたら打ち合わせでケイジさんが俺投げるからちょっとこっち来ていただいて、それでもう準備してて、向こうのなんか客席の方行くかと思ったら水に落ちたんですよ。なるほど、絶妙な絶妙ペース、それ MV で使われるって水だみたいな、水に落ちちゃって、あー面白い、なるほど。しかもなえ、その衣装あれ自前だったよね、これ自前よ、要その白シャツに黒猫さんが冠婚葬祭の親父に借りたんだよ。なるほど、自分のじゃないの、締めんなよね。その髪の毛でおしゃれしてんのよ、あっとで潰れてんのよ。めっちゃおれえわ。そうやな、下ハーパンだったもんね。いやね、セカンドさん今年もねツアーやられますから、はい、見に行きたいですね。いや行きたいですね。だからステージがワイルドワイルドウォリアーズかで、僕らね、めちゃくちゃいろいろ学ばせてもらったんで、そうですね、懐かしいなっていう感じで、ほっちゃんが二十歳の誕生日じゃねえわ、なんかあったよ ね、セカンドさんの後ろで誕生日で、ほっちゃんが飲むレモンサワーをうえってなってるのをセカンドさんメンバーが飲めなくて、そうでケイジさんに代わりに飲んでもらった。ああ、懐かしい、懐かしい、今はがっつり飲めます。おお、タッくん行け、タッくん行けよ、タッくんレモン飲めます、ちっちゃっ、これちっちゃっ、薄え、そのメンバー会の中、今だから話せるエピソードないの、その飲み会でメンバー会の時にいろいろあったじゃない、いろいろ巻き起こったじゃないですか。いくらでもあるけど、ね、いいの、いくらでもある。何個か多分出してんのは、ほくちゃんの誕生日の時の、ほくちゃんのマーライオン。それ出てる、出てますね。出てる、出てる、出てないっけ。多いは出てるもんね。なんか力也さんとかに、おいって言ってたのは出てる。あー、そうすいません、結構イラッとしたよ。いろいろあったよ、確かに。いろいろあるわ、ほんまに。言えない、言えない。いや、でも、あれはいい回で、もっと濃く言うと、うん、その俺がランページで喋った、メンバー誕生日会みたいな、やったーって言ったのが多分あると思うんですけど、あの時の、これ絶対出せないですけど、ベロベロに酔った、後ろで、いっちゃんかな、がサムデーをカラオケで歌ってる、俺の携帯の目の前で、カイセイがめちゃくちゃ笑顔でランニングマンみたいな。それ、その状況、めっちゃ出したいんですけど、なかなか倒せない。あの時だよね、ここは立てる時か。そうマンソーコから入る時かね。いただきますって、パリーンここにね、消えてほしくて。危ねえ、そうだったな。でも、それ、言い訳なんて言ったんだっけ。顔にダンベルが落ちていく。力抜けてコーチに来たんですよ。なんとか乗り切りましたけど。マジでめっちゃやってたもんな。いや、
ジンさんの誕生日の時、あの北斗さんと言いつけでなんかプレゼント買ってきてませんでした。あったあった。あれはやばい。あれは言えないし。言ってんねん。言ってるわ。言ってんねん。どっか言ってんねん。たまに流れてくるもん。出てるわ、あれやろ、この紐のやつで、あうん、で盛り上がるかなと思ってメンバーしかおらんかったから、それつけてたメンバーマジで、うわーって、もうカズマとか目も合わせない無理っつって、難しいっすね、全部嘘なんですけどね。噂話。噂話。まあまあメンバーもなんか写真とかもね、あるみたいなこと自由に出してるのいいっすね。え？急に急な？これ俺グランベジになるちょっと前の。ちょっと前。どういう？ちょっと前。ちょっと前。ちゃんと入ってる。入ってる。ああ。これツイッター載せた。そうね、載せましたね。ノーリミットの時に力也さんが一人で楽屋で爆睡してて、かわいい。メイクさんもいたんですけど、メイクさんに撮ってもらって、これブログとかに載せようかなと思ったんだけど、まだなんか白の衣装とかちょっと映ってたから、うん、載せるタイミング失ってて、なるほどね。で、この試作でなった時にこれだと思って、まあカズマもこれじゃないけど、これしかねえと思って載せたら許諾してくれたんで。リキヤさん結構現場の楽屋で、あの同化するの上手すぎて、いらっしゃるの知らなくてめっちゃ騒いでたら、リキヤさんおったっていう。すっぽりハマってる時があって。大体まず最初に寝床を探す。寝床を探す。それで言うとだってみんな昔楽屋で寝すぎてて。そうね。こないだも喋ってたけど、マジでこういう場所あったらなんかもうあらゆるところの下にも誰も椅子座ってないぐらいみんな寝てたんで。寝てたね。そう。マネージャーさんに怒られてもまだ寝てるところだから、こっからこう、うん、感じだったらもうみんな怒られてなんか特に仕事もないくせにな。マジで忙しかったらいいけど、今ぐらい稼働したらいいけど、何もないのにつん寝てたそりゃ怒られるわ。ただの眠い子供だったもんね。はい、もうそんなね、もう間もなくね、5分という。すげえ。皆さんコメントもね、CL だったりとか SNS だったりにもすごいたくさん。CL。ありがとうございます。この後ね、発表があるんで皆さん、ちょっと眠たい目をこすりながらお待ちいただければと思います。はい。いっちゃんその時めっちゃキレてるやつ。目がもう悟ってるもんね。一点見つめて。パリッパリ。黒。ワンツースリーの時ですね。いや、それこそまだそのホールツアーの時は、僕らその若手すぎて、その、まあ、ちょっと事務所のジム使うのもちょっと申し訳ないという気持ちもあって、普通のなんかその市民ジムみたいなとこ見たり、ワンコインで行ける。でも時間ありすぎるからジム行くかツタヤ行くかしかなくて、だからこのホールツアーの時みんなポキポキなの。知ってたよ。行く前も30分ぐらいめっちゃ筋トレしてた。やったみんなさんとずっと腹筋してました。やってたね。YouTube ね、なんかそうやってセットみたいなの作ってたよな。ちっちゃい画面で2人で、あのもうそのアップルームもないから、外のこなんか制作さんがタバコ吸うところにバスタオル引いて。懐かしいですね。だってホールツアーもだって海星の上羅から始まってたんですよ。そうだ。アンダーライブがいいよ。
音無音の状態でバーンって俺の男立ってるんですよ。そうだね、やばいっすね、やばかったあれ。チェチェスワーもだってゴンズランページで次もスラフィスとか、スラフィスとかで RPG やってリブートに行くでレイオンぐらいだね。え、インパクト的にはやっぱ俺的にはなんかスローヤフィストの一列がやっぱり毎回上こうってでこう出てくるときにゾワ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 ってなってこうやってやったときにもうキャー言われてもうんーって翔平もだってこれでずっと待っとくの大変だったやろ。途中でうぃーってなるやろ。ダメだ酒飲んどんのか。さあさあもう3分切りました。皆さん準備しましょう。さあ画面の皆さんも若干僕らと、ラグがあるかもしれない。あ、この配信はねきっとないのかもしれないですけども、もしかしたらちょっとの誤差はあるかもしれないのでご準備ください。僕らと一緒にあと2分半でございます。よっしゃ、やばいよやばいよ。さあ健太もうあと2分半切ってますけどどうですか気持ち的には。もう6年か早いね、あっという間。でもなんか最初の 2,3 年はちょっと長くなかったです感じ方的に。ああ、分かるかもね。一回なんかそのコロナ挟んじゃってるんで、でもコロナ中もなんかなんとなく耐えたのが動いたんですけど、違う YouTube 出てますね。なんかいや、近いお金動かしてる、うん、さっき呼んだら来てくれた経済ジャーナリストそこで飯食ってねそこで飯あと2分だ。ああ、やばいやばい。あのそう考えるとねコロナもこう開けて年末もよかったですね。今こうやって迎えれるっていうのは喋、ね、りすぎて気づかなかったけどずっと音楽流れてた。ありがとうございます。ビジュビジュ年越しお久しぶりにな、なんか、はい、みんなで会えて迎えてよかった。もう年明けたじゃない、このね、T またいた瞬間にも発表もありますので、皆さん、うん、ちょっとそうそう、発表ちょっとね、心臓どんどん叩いててください。一気にね、心拍したなと思って。あとね、さあ、あと1分1分でございます。1分、あと1分、あ、あと1分、あと1分、あと1分、おめでとうございます。高井さん、もうちょっとで6周年です。高井でセグーえセグーセグーセグーさあ、やばい、来る来ます、あと30秒でございます。あと30秒でございます。やばいね。もうあと30秒切ってます。皆さんどうして迎えれるの。見てよ、飛ばさないでよ。あ、危ないよ、後ろ怖いよ、後ろ怖いよ。1個使うだけですか。あと10秒です。いけ、9、8、7、6、5、やばい、いけ、3、2、1、ここである発表がございます。6周年を迎えた僕らから皆さんへのプレゼントです。まずはこちらの動画ご覧ください。配信見てください。 YouTube ちゃんと見てくださいね。やばいよやばいよ、見て、配信今配信しか YouTube か LINE ライブか。
たい。大阪か。やります、やります。大阪ライブ。さあ、ということで、ザラメシライブツアー2023 16のアビが開催しました。突然開催しました。開催決定しました。ということで、もうね、このタイトルやばいですよね、16。ああ、ことですけれども、リギアさんどうですか。もう暑くなってきた。あったね。なんか一気に気合入りますね、なんか発表されると。なんかすごい、なんかゾワーッと今してるんですけども、でもなんか本当に今年、なんかこの16っていう、ね、改めて16人でなんかがっつりかましていこうっていうのを今、もう日々こうみんなで話してるので、なんかそれを本当にこのライブで体現できるのかなと思ってるので、本当に皆さんには期待していただきたい。ツアーになると思いますね、はい。まあ、ツアーのタイトルでもあり、今年の僕らのテーマみたいなところでもあるので、うん、まあ、アルバムもありますけれども、この16というものをキーワードに、それを胸にこのツアーも駆け抜けていきたいと思います。5月27日の静岡エコパアリーナを皮切りに、うん、ファイナルは9月14日の大阪城ホールとなっております。全5会場11公演、今こちら出てますけれども、こちらで、最初に、ランページのファンクラブ、そして EXILE トライブファミリーで、土曜日ですね、今週土曜日の15時、28日ですね、の15時からチケットスタートになりますので、最速でございます、こちらが。皆さんぜひ、ね、まだ入られてない方はファンクラブの皆様、ぜひチェックしていただければと思います。さあ、そして今日はこれだけではございません。何が起きたの。実はですね、ファンの皆さんのファンネームが決定しました。あれ、トランペクルーじゃなかったのっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとこのザランページのファンクラブが開設されるときに、もう一回メンバー全員と、そしてプロジェクトチームの皆さんと話し合ってですね、まあ、正式にといいますか、まあ、今まで使っていたザランページ、クルーというのは、まあ、僕らのファンの皆様であり、こう一緒にやってくれてるマネージャーさんだったりとか、音楽を作ってくださってるスタッフさんだったりとか、そういう、こう大きな輪をランペクルーと呼んで、さらにそこからギュッとこうファンの皆様に当てた呼称をつけようということで、今回正式にこちら決まりました。もうメンバーでいろいろ話して、ヒロさんからもアイデアいただいたりとかしてですね、最高な名前ができたので、じゃあカズマから発表してもらおうかな。もういいんですか。お願いします。いいんですか。いいんですよ、これ。もうこれでも聞いた時に満場一致だったんですよ、これが。やっぱりそうですね。いいですか。はい、いつもザランページを応援してくれて、愛してくれている皆さん、そして、ザランページが愛している皆さんというところからですね、その思いから、ランページと、ラバーズと、その発想から、造語作らせていただきました、はい。まあ、ファンネームですね、レイバーズに決定いたしました。あ、めっちゃいい言葉ですよね、良すぎ。僕どうですか、レイバーって決まった時の。いやー、もうなんかよりファンの皆さんとさらにこう距離が近くなるような感じがするので、ここからまたさらに1年ずっと共に皆さんとこの、レイバーズと共に16人で力をして頑張っていきたいなと思います。お願いします。応援お願いします。レイバーズ。さあ、そして、ね、まだまだあるんですけど、実はこのレイバーズの皆様、との新たな記念日をですね、ちょっと正式にと言いますか、僕らの中で決めました、はいはい。じゃあこちらどうしようかな、誰に言ってもらうかな。山城君。おい、山城さん。じゃあレイバーズとの記念日を作りました。はい、10月6日は僕の誕生日です。違う。いや、ええけど君の誕生日ちょっと薄れるよ。あ、マジこっちが。確かに。じゃあ、ほんまのやつ、はい、ほんまのやつ。お、今のは嘘なんで、はい、はい、これ説明、日言ってから説明した方がいいかな。どっちがいい、説明してから日言った方がいい、どっち。あ、どっちがいい。
説明してからの方がいいね。まあ今のはちょっと前振りになってて、まあ誕生日っていうね、はい、人間みんなあるじゃないですか、うん、で僕ら16人みんな誕生日があるんですけど、うん、ランページに唯一ない誕生月がないのが一月であれ、うん、けありまして、それが6月なんですよ、はい、でその6月をファンの皆さんとの誕生日にしたいっていう思いから、うん、その6月を使いまして、で日にちはもうこれは今年のツアーのタイトルになっております。16日ということで、はい、6月16日に決定いたしました、はい、エモい、めっちゃ返してこれめっちゃエモいよな。エモいです。エモ以上の言葉あるならば使いたい、はい、あるなら使いたい。そしてこの6月16日に、まあ、今後ね、この日はやっぱ僕らと皆さんとの本当にあの記念日なので、いろんなことがしたいなということで、すでにマネージャーさんからスケジュールを スケジュールを押さえてもらってますということで、多分この日は何かしらしますなので皆さんスケジュール開けておいてくださいというね。6月16日レイバーズということで、まあ、改めてね、こういう名前が決まりましたが、翔吾どうですか。いやね、本当にまずこうレイバーズ、うんうん、この先ほどカズマの説明にもありましたけど、ランページとラバーズっていうね、うん、造語もすごくいいですし、うん、6月16日っていうね、反対から読んでも、ね、6月16、616っていうのは本当に、うん、僕たちにとって大切にしたい日なので、皆さんとこれからレイバーズの歴史を、うん、一個一個積み重ねていって最高のファンダムを作っていけたらなと思うので、レイバーズの皆さん、これからもよろしくお願いします。レイバーズの皆さんの実はロゴも今考え中なんですよ、はい、まあ、僕らにランページのロゴがあるようにレイバーズの皆さんにもロゴがあったら素敵なんじゃないかっていうことで、今これ絶賛ちょっと揉んでる最中といいますか、もうちょっとで多分発表できるかなっていうところなので、ちょっとねお待ちいただければと思います。もう皆さんにとって、本当にね、僕らからいろんな思い出をこう共有できればなと思ってますので、よろしくお願いします。さあ、そしてそのハッシュタグを翔平さんに考えてもらいました。はい、はい、来た。これは何ハッシュタグですか。これはもう、このレイバーズ発足の記念というか、はい、はい、今回のハッシュタグはですね、We are the Ravers にしました。We are the はカタカナ、 We are the はカタカナで、レイバーズはまあ表記通り行かせていただこうと思います。 We are the Ravers、ランページの始まりのゴーンザランページ、 We are the Ravers、 最初ゴーンザレイバーズにしようと思ったんですけど、なんかちょっとカタカナやな、走りが悪いかなと思って、うん、その We are the Ravers、 We are the Ravers、 We are the Ravers にしておりますから、はい、We are the Ravers、 We are the Ravers、 ちょっとね、今のレイこれでペースよう、だからファンの皆さんもこれ、ね、We are the Ravers、 知らない方に説明するときにこれレイバーズ、カタカナで We are the、 We are the Ravers、 私たちレイバーズ、もうすでに書き込んでくれてる皆さんね、ありがとうございます。いっぱいありますね。ありがとうございます。なんで、まあ、このね、レイバーズの皆さん、と一緒に、まあ、ファンクラブ去年できましたけれども、こういった形でいろいろとそんなファンの皆様、レイバーズの皆様と今年はたくさん思い出を作っていきたいと思います。ということで、さあ、ここで、実はですね、スタッフさんから僕らへのお祝いのケーキをいただいて、マジで、すごい、メンバーもサプライズで、これちょっと、カメラさん、写真撮ったんですよ。エモすごい、これタックンの誕生日でタックンが顔パンパンになってるやば、いや、なんかこの時の写真めっちゃ仲良さそうでいいなと思って、これはパンパン、いや嬉しいな、嬉しい、ありがとうございます。いや皆さんたくさんコメントももう読み切れないぐらいいろんなところでありがとうございます。 YouTube で見られてる方も LINE ライブの方も、そしてね、各 Instagram の方も CL の方も皆さんありがとうございます。さあ、ということでコメントをたくさん、皆さんね、もしちょっとコメントを読めるものあればぜひぜひ、すごい綺麗。
Peace Lovers, aka Reverse. Yes. That's right. ワクワクしますね。どっちだ？あ、We are the か、We are the。あ、We are the か。We are the。We are the ですね。We are the。We are the。あ、じゃあ、そうね。ごめんなさい。僕は。We are the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 . We are the. We are the. We are the. We areあ、この島でやせこの活動はこの島でどっちかです、どっちかが終わりまあまあです、来年15年とか終わり We are the、はい、皆さん、よろしくお願いしてください、トレゼリーしてありがとうございます、ありがとうございます、今まで、ね、こういうのあんまり、ね、やってこなかった、まあ、当日に、ね、いろいろやらせてもらったりとかありましたけど、この日をまたいだ瞬間というのは、うん、もしかしたら、ね、親御さんにご無理言ってこの時間まで起きて、いる方もいらっしゃると思いますし、ありがとう、さあということで、そんな、ね、ツアーも発表ありました、新しいレイバーズの発表もあり、そして6周年迎えたので、じゃあメンバー1人ずつ最後にメッセージをいきましょう、じゃあ、返せ、はい、はい、各配信をご覧の皆さん本当にありがとうございます、激しかいせです改めまして、改めまして本当にありがとうございます、そうですね、6年っていうのはもう本当に小学校で例えると一番高学年の学年になりますので、まあ最年長らしい、小学校で例えると最年長らしい気持ちと佇まいで7年目を迎えられるように頑張っていきたいなと思いますし、レイバースの皆さんのことを呼ばせていただくことが決定いたしましたので、一人一人に愛を、そして僕らの夢であったりとか皆さんの夢を受け取りながら、こうお互いを相乗効果で、素敵な世界を作っていけるように頑張っていきたいと思いますので、僕も一人のメンバー、そして一人のレイバーズとして頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いします、はい、6周年ありがとうございます、皆さんに支えられて、6周年を迎えることができました、これから7周年目に突入していくんですけど、まあ、皆さんがいないと僕たちもいる意味がないので、まあ、永遠はないですが、まあ、皆さんと、より多くの幸せを共有していきたいと思いますし、これからも一緒に共にね、成長していけたらと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、改めてレイバーズの皆さん、ご視聴いただきありがとうございます、うん、そして6周年を迎えるということで、本当に皆さんの支えがあってこの活動ができると思っております、これからもですね、僕たちランページエンターテインメントをですね、追求して、音楽だったりいろんな、エンタメを通して皆さんに、ラブドリームハピネスを届けられたらと思いますので、これからもよろしくお願いします、お願いします、はい、レイバーズの皆さん、いつも応援ありがとうございます、そして、皆さんのおかげで6周年を迎えることができました、今年は昨年以上に本当に僕ら自身もさまざまな活動がありますし、絶対に皆さんに、今まで以上のエンターテインメントをお届けできると思ってますので、皆さんが僕らを応援してよかったと絶対に思っていただけるように、メンバー全員16人、協力して頑張っていきたいと思います、これからも、10年15年と、皆さんと一緒に夢を追い続けたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします、お願いします、はい、菅野琴です、はい、レイバーズの皆さん、いつもありがとうございます、はい、6周年迎えたんですけども、本当に
あの一人一人本当に力を最近、うん、最近というかもうここ数年でさらにつけてきて、あの本当に見かけとかだけじゃなくて本当に内面的にも全員のマインドがめちゃめちゃもう高まってて、それがこう一緒に活動してて本当に常日頃からそれは感じていて、あもうこのまま行ったら本当にランページは本当にもっとかっこいい最強のグループになれるなっていうのを自分でもすごい感じてて、なので本当にファンの皆さん、レイバーズの皆さんが本当についてきて絶対後悔させない人生をこう一緒に歩める人生を絶対提供するんで、本当に信じてついてきてほしいです。これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、改めまして鈴木孝之です、本日はレイバーズの皆さんありがとうございました。はい、そうですね、まあ、たくさんの解禁事と、あとはファンネームのね、今これご覧いただいている皆さん、レイバーズの皆さんと、まあ、今年はもうランページ16人で頑張るのはもちろん、もっともっと上を目指していけるように、今年は本当に1歩、2歩、3歩とは言わず100歩ぐらい、進んでいきたいと思います。最高のエンターテインメントを皆さんに届けれるようにまだまだ頑張っていきたいと思います。爆発します。ランページよろしくお願いします。お願いします。来ました。はい、マジで、はい、パフォーマーの家です。本日は、ご視聴いただきありがとうございます。こうして、6周年を迎えられたのも、皆さんだったり本当にたくさんの方々がこうやって僕の人生を通して関わってこれたからだと思います。しっかり、自分がアーティストとして、自分が思っていることだったりしたものを、皆さんと共有しながら、最高の人生にできるようこれからもアーティスト人生、頑張っていきたいと思いますし、一緒に、レイバーズの皆さんも、楽しみながら頑張っていきたらなと思います。6周年も頑張りますので引き続きよろしくお願いします。はい、パフォーマーの向田です。そうですね、まずはこのご視聴いただいているレイバーズの皆さん、ありがとうございます。こうして6周年を迎えまして、そうですね、より一層この周年イヤーを迎えるごとにこうなんていうんですかね、このレイバーズの皆さんのこの存在の大きさをすごい実感しますし、まあなんだろう、これからもっともっと、僕たちも精度を高めて16人の絆を、まあ、今年は強めていって、本当に今まで以上にこう近い距離で、皆さんに最高のエンターテインメントを届けられる、体制を整えていきたいと思いますので、これからも変わらぬ温かい応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。改めましてラカーです。レイバーズの皆様、本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。セルフで、セルフで6周年ということで、まあ、これまで5枚もアルバムを出させていただいて、本当にいろいろな活動だったり新曲だったりを出してこれてるのも本当に皆様、レイバーズの皆様と共に歩んできた努力の結晶でもありますし、この結晶をですね、今年どんどん磨いていってギラギラ輝かせて愛を持って皆さんと接して、そしてこの輝いている夢っていうものをお互いに共有し合い、もっともっとなんか素敵な景色を共に見に行けたらなと思いますし、今年はたくさん皆さんと会えたら良いなと思いますので、皆さんぜひ遊びに、ライブだったりいろんなところに遊びに来てください。引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、改めまして岩井翔吾です。レイバーズの皆さん、ご視聴ありがとうございます。ね、レイバーズという名前も決まりましたし、無事にこう皆さんと一緒に6周年を迎えられて本当に嬉しいです。改めてこう6周年こうアーティストとして、そして5枚のアルバムを出せて毎年こうツアーをさせていただけてというのは当たり前のことではないので、それも全て応援してくださるレイバーズの皆さんのおかげですので、本当に改めてありがとうございます。そして、これから、レイバーズと名乗ることが、自分の人生の誇りであると思えるような、なんですかね、レイバーズというものに、していきたいなと思っていますので、皆さんの人生が少しでも、彩るような、ランページのエンターテインメントを届けていけたらなと思っています。なので、これからも、ランページに、温かい応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、本日皆さんご視聴いただきありがとうございます。6周年を迎えて本当に純粋に嬉しい気持ちです。本当にこの6周年は紆余曲折、本当にいろんな大変な、ね、こともたくさんありました。でもこうして、今6周年を迎えて本当にこの16人だからこそこうして、ここまで来れてるってことをすごく実感しています。本当にですね、そこにはたくさんのですね、支えてくれるスタッフさんだったり皆さんもそうですけども、本当に皆さんに僕らから全力のラブドリームハピネスを本当にこう心から伝えれるよう、本当に今年はですね、なんかすごくやれる気がしてるので、皆さん本当に僕らを期待していていただければ嬉しく思います。16ね、今年のツアーぜひ皆さん楽しみにしてください。本日はありがとうございました。はい、配信をご覧いただいておりますレイバーズの皆さん、本日はありがとうございました。そうですね、もう本当にこう今、みんながこう言ってくれたことに尽きるなというふうに思うんですけれども、日々ですね、我々ランページメンバーはですね、すごいいろんな形でエンターテインメントをここ数年発信させていただいておりまして、でもそれに挑戦できるのって本当普段からこうレイバーズの皆さんが応援してくださったりとか、まあ、スタッフチームの サポートがあってからこそですので、本当に皆さんにいつも日々感謝しております。皆さんから日々頑張る活力をですねいただいております。昨年のライブの時もですね、こう一言皆様にお伝えさせていただく時にいつも皆さんの存在こそが我々に生きる意義ですというふうにお伝えさせていただいたんですけども、もっともっと、逆に今いただいてばかりなので、エンターテインメントとそして音楽と、ダンスで、皆さんが日々ね大変な学校だったりとかお仕事を、頑張る理由にね、僕らがもっともっとなっていけるように力を合わせて16人で、そしてマネージャーチームと一緒に頑張っていきたいと思いますので、これからも、温かい応援のほどよろしくお願いいたします。はい、レイバーズの皆さん遅くまで本当にありがとうございました。今日で6周年ということでですね、いろんなアーティストさんだったりとかアイドルの方がすごい方たちが本当いっぱいこの世界にいらっしゃる中で、こうして、6年デビューして6年になりますけど、その6年も生き残れてるというか、しがみついていられてるのは本当に皆さんのおかげだと思ってますし、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。1年もしたらね、なんか7周年おめでとうっていうことになるのかなと思いますけど、それも、ね、もしかしたらって当たり前じゃないので、しっかりと僕らも地に足つけて、そして皆さんとまた一緒にイエーイ7周年おめでとうっていう日をまた迎えられるように、皆さんも元気で過ごしてもらえたらと思いますんで、今年も、いっぱい思い出たくさん作っていきましょう。よろしくお願いします。今年はおー、入りが変則的やな、やります。やります。皆さん一緒に最高の景色にいませんか？もう僕はそのつもりでいるので、皆さんついてきてください。お願いします。はい、いろいろ発表もありましたけど、ついにやる時が来たぞっていう感じで、僕ら相当気合入ってるんですけど、今まで皆さんにもたくさんの応援をいただき、これ今日までもそうなんですけど、昔からずっとね応援してくれてる方も最近してくださった方もそうなんですけど、もう少し、皆さんの力が欲しいなと思っております。それが正直な、気持ちです。僕らも6年やってきましたけど、まだまだ全然一人前だとやっぱり思えてないし、もっともっと上に僕たちは行きたいなと、強く、思っております。なのでぜひ皆さんの、レイバーズの皆さんの力をもっともっと貸してほしいなと思いますし、もうほんまに、6周年ですけども、気持ちは武者修行の一番最初の時、今日の写真でいっぱい出てきましたけど、その時ぐらいみんな気合い入れて、必ず皆さんに、ランページ好きでよかったなという風なものを見せれるような準備は 100% してくるので、皆さんもぜひできる限りこう周りに広めてもらったりとか、もっともっとランページを
たくさん知ってくれると嬉しいなと思っております。それくらいの気合で今年もやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、レイバーズの皆さん、本日は一日ありがとうございました。夜遅くのなんですけれども、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。本当にいろんな発表があり、今年はツアーもやったりとか、そしてレイバーズという名前をですね、皆さんに届けることができて、すごくこう僕らとしても嬉しく思います。僕も今までこう28年間生きてきて、なんか一番今までで一番嬉しかったのは何やろって考えて、やっぱランページになれたことが僕は人生で一番嬉しくて、で同じようにレイバーズ、としている皆さんがレイバーズになれて、まあ、一番とは言わなくても良かったなって思ってもらえるような、僕らはこう皆さんに届け方をしたいなというふうに思ってます。なんかこうアーティストとファンの皆さんっていうことだけじゃなくて、本当にこう人生一緒に過ごしていってるんだっていう実感を皆さんにしてもらえるような活動っていうのを僕ら心がけて、どんだけグループ大きくなっても皆さんとの距離は変わらなくて、本当に支え合ってるというか、皆さんが辛い時とか寂しい時になんか近くに僕らが感じてもらえるような、その気持ちで皆さんに皆さんと向き合って、皆さんのためならもう身も削れるし、どんな辛いことも頑張れる16人なので、安心して僕らと一緒に、来ていただければと思います。本当に今までありがとうございます。そして今後もよろしくお願いします。嬉しいコメントもたくさん、6周年おめでとうございますとか、これからもついていきますというか、いろんなコメントもいただいております。ありがとうございます。さあ、ということで、まあね、ちょっとこんな雰囲気になりましたけれども、これからも今年1年間、僕たちですね、ツアーもありますし、アルバムもありますし、16人一致団結して、最高のエンターテインメントをお届けしたいと思いますので、皆さん、今後ともどうかよろしくお願いします。お願いします。ということで、本日はご視聴いただきありがとうございました。レイバーズ、ありがとう。ありがとうございました。切れた。切れました。本切れた。持ったよ。ありがとうございました。ほんなら。